こんにちは、ケイナの山下トポヨヘイです。今日はこのケイナの、ね、体験レッスンの様子をちょっと皆さんに見ていただこうと思います。それでは、早速、レッスンに入ってきていただいて、こんにちは。こんにちは。はじめまして。はじめまして。今日このケイナを含んで音を出すところまで行きたいんですけど、はい、ケイナを触ったことは、いや、触ったことも見たこともない。見たこともない。音を聞いたことは、音も聞いたこともない。音がない、はい、全くのまっさらな状態で来ていただいたということで、はい、じゃあ試しに音をちょっと出してもらっていいですか。試しに音、はい、はい、わかりました、はい、そんな感じですよ。まあそうですよ、それはそうですよ、はい、そうなります。ではここから、まあ、どうやったら音を出せばいいのかっていう体の使い方について今日はね、ちょっとだけワンポイントでやっていきたいと思いますが、まずケイナを吹く前にですね、まあ、呼吸というのが一番大事なんですけど、腹式呼吸ですね。あの歯をイーってやってみる。で、スーって言ってみる、うん、はい、もう一回言ってみましょう。でなるべくこの摩擦音が大きくなるように、はい、そうするとおへその下あたり、ここに力が入りますよね。これ丹田っていうところなんですけど、でここに力を入れれば入れるほど大きい音が鳴ると、この力がもう何よりも大事で、この力が音になっていくんですね。でも実際にケイナを吹くときは歯をこうえーって結んでは音は出ないので、それをですね、まあ、歯を開けて、で、まあでも唇は閉じます。で、その状態で、この唇の真ん中から空気が、細い空気がスーって出る。っていうのをやってみて。そう。で、その時にさっきと同じ力が丹田に入ってれば OK。うん、で、なるべくまっすぐ風が通る。はいはいはい。それをちょっと続けててみてください。多分これでもう音は出ますよ。で、吸えます。はい。はい。出ますね。はい。はい。はい。っていう、で、音の当てるその方向、向きっていうのは、この中でもなくて、こう、このぐらいの角度ですね。45度ぐらい。このえぐれたところの、歌口の内側の壁に、まあ、こういう感じで風を当てて。だから、まあ、空気の方向はまっすぐで、当てる位置、まあ、角度としては45度ぐらい で当てる位置もこの歌口の2つのこの頂点がありますよね。ここが上唇と下唇のちょうど間ぐらいに来るように、下すぎると全部風が上通り過ぎちゃうし、上すぎると全部風がこの中入っちゃうから、ちょうど上唇と下唇の間ぐらいにこの2つの頂点が来るようにして、でさっきの空気を出せば綺麗な音が鳴ると、まっすぐですね、風がね。もう一回口をしっかり閉じて、うん、で丹田、そう意識して、でまっすぐ、そうそう、でそこに楽器を当てる、そう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 、もうそうすると音が鳴ると。でまあもう一つ、いきます。これだけだとまあ夫婦夫婦音楽にならないので、実際タンギングっていうのが必要になります。舌で音を区切っていくんですけど、じゃ今度はで出してるところに途中にベロを、この唇の出口にベロをスポッとはめる、そうそうそう、でそのままずっとお腹を押してる感じで、そうするとこの体の中に圧力がたまるじゃないですか。出たい空気が溜まってる。だけど出口が塞がってる。でそのするとまあ苦しいっていうか血管が切れそうな、うーってなるんだよね。でそのままだと苦しいので、ってなった状態で舌を離してあげます。そうするとまた勝手に吹けて、ちょっとやってみましょうか。そう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 。そうそう、それをそうやって何回も一息で続く限りってやってみて。そう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 、で風はまっすぐですね、意識はね。それを続けてるところにまた楽器を持っていくと、すごく輪郭のはっきりした音になるはずです。
そう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 。で、じゃあ、一番上の穴と一番、上の穴と後ろの穴ですね、これを押さえてやってみましょう。これがミの音で、1個ずつ下げていくと、そうそうそう、ここがね、入っちゃってるんだけど、で、下をしっかりこの先端を口元のこの出口にスポッてはまる感覚、そうそうそう、そうするとタンタンでも使い続けられるんで、音を出そうとしないで、自分の体の使い方をさっきの初めのっていうのをやり続ければ絶対音はついてくるんで、そうそうそう、で下で止めてお腹で押して、お腹で押し続けて、ここだけがねちょっと斜めになってるからもうちょい下、うん、こうまあ漏れちゃうのがありますけど、で音の出し方としてはそのそういう感じなんですね。どうですか？いや大変ですね。大変。でもそのここに常にベースを作っとけば、そうです、勝手に音は合ってくれるから、はい、こうって吹いちゃうと苦しいんだけど、しっかりこのスーっていう時のこの圧力をかけてあげていられれば。っていう風に、っていう風にゲレの音が出る。でもさっきね全然鳴らないところから、あ、はい、ミの音でしっかり出せましたから、はい、こういう感じで練習してください。はい。